お待たせいたしました。一丸となっていただき、0対0で迎える2回です。ワンアウトランナーなしという場面で内山、マウンド上ピッチャーは安藤。第9投げた初球フォークボール空振り、初球空振りから投げた、これもしかし空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、1球外したボール。第4球を投げた、打った、破った、内山ナイスバッティングです。4回の裏、1点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。トップバッターは内山。第9投げた、外角低め、ストレートは外れても、さあ次の投球、投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、見送ってボール。第4球は抜けた、内山いいバッティング。さあ同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で、バッターは2年生中川。さあ地方大会の名物が味方につけるのか。投げました、初球バント、キャッチャー取って一塁送球、圧倒としている内山、その間にホームへ。まずは同点、もう一人帰るか、記録はヒット、今日これで2打数の2安打。ランナー2人を置いて迎えるバッターは阿部。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。第9直球ストライク、インコースへ。第2球投げました、ストライク、早くも追い込まれています。投球はこれから3球目、打ちました、次が4球目、投げました、高めボール球打った、あっと弾いた、後藤今拾った、アウト、これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。投げた、ボール。第2球投げた、打った、これはいい当たりだ、入れば勝ち越した、打球はそのままギリギリ入った、ホームラン、スリーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。今チームメイトが迎えます。高校チーム、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、バッターは3年生後藤、マウンド上は阿部。第9投げた、決まった、ストライク、いきなり158キロ。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、流し打ち、掴みました、これで2アウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第9投げました、決まってストライク。第2球投げました、見送ってボール。投げました、外れた、ボール。第4球は見送ってボール。投げました、打った、流し打ち、内山そのままベースを踏んでスリーアウト。
2者残塁。5回の表が終わって5対2です。高校チームリードで迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面で内山、第1球投げました。インハイ、フォークは外れてボール。投球これから2球目、ストライク。投球は3球目、投げた、ボール。第4球は低め、ボール球打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。高校チーム結局三者凡退、無得点に終わっています。前半が終わりまして5対2です。高校チーム追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でバッターは3年生青木、今日3打点を挙げています。投げた、投球ボール、キャッチャー三塁送球、判定はセーフ、盗塁成功。第2球投げた、ストレート空振り、投げた、流し打ち、どうだ、サードから一塁送球、後藤ファインプレーが光りました。スリーアウトチェンジ。三塁ランナー中川残塁に終わりました。6回の裏が終わりまして5対2です。高校チームリードで迎える7回です。ノーアウトランナー一塁という場面でバッターは2年生杉崎、第1球投げた、初球空振り、1球目空振りから投げました、まっすぐ見送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打った、近藤取った、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。高校チームリードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で内山、第1球投げました、初球空振り、第2球投げました、打った、強い当たり、抜けた、内山ナイスバッティングです。バッターは1年生後藤。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。第1球投げました、決まってストライク、第2球投げた、外角、ストレートは外れてボール。第3球を投げた、打ちました、抜けた、後藤いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。第1球投げた、ボール。第2球アットダブルスチール、打ちました、二塁ランナー三塁へ、ファール。第3球を投げた、ここで送ってきました、ボールはキャッチャーの前、キャッチャーから一塁送球、近藤取ってアウト、送りバントが決まりました。高校チームなおもチャンスが続きます。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。第1球決まった、ストライク。さあ次の投球投げた、見送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、直球空振り三振、伊沢栄養にやられてしまいました。8回の裏が終わりまして5対2、高校チーム無得点です。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは生駒、第1球投げました、打ちました、初球打ち、抜けた、生駒ナイスバッティングです。バッターはピッチャー小川、第1球投げました、初球を打ちました、ライト方向へ持っていきました、掴みました、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げました、完全に外れた、ボール。
投球これから2球目、おっつけて打つ、頭上を越えた、ヒットになります。中継、生駒三塁でストップ。島田いいバッティングを見せました。ピンチを広げています。第1球投げました、ストレートはボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、アウトロー、ボール。投げた、あっと打ちました、一、二塁間へ抜けた。中継、飛んだ林、点差を2点に縮めました。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、近藤今日はここまで3打数1安打。第1球投げた、初球決まってストライク、まずは決めてきました。第2球ナックルカーバーストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、抜いていった、ライトバックホーム。近藤ナイスバッティングです。高校チームなおもピンチが続きます。交番右の神山、満塁の場面での登板です。期待しましょう、注目の投球です。第1球投げた、初球に送ってストライク。第2球投げました、ストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、1球外してボール。投げました、打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー、ゲームセット。高校チーム2回戦突破です。2回戦を見事勝利しました。